2000回以上も出撃しまくった空の魔王。500両以上も戦車を破壊しまくったソ連人民最大の敵。今回は日本のネット上でも大人気なハンス・ウルリッヒ・ルーデルの戦後について解説してみます。第二次世界大戦においてルーデルは、ドイツ軍として多数のソビエト連邦の車両を破壊。大戦でナチスドイツが敗北すると、ルーデルは連合軍に拘留されます。しかし、戦争犯罪に該当するものがなかったため、1946年4月に軍人病院からの退院をもって釈放されます。戦後のルーデルはアルゼンチンに移住します。アルゼンチンではフアン・ペロン大統領と親交を深め、パラグアイの独裁者、アルフレド・ストロエスネルともお友達になっています。第二次世界大戦中のアルゼンチンはドイツと友好国でしたが、ナチスによるユダヤ人迫害には、毅然と反対していました。ところがペロン大統領の時代には、ドイツ軍やナチス親衛隊の戦犯を多数かくまっていました。戦犯の彼らは、アルゼンチン軍や治安機関の育成を行っていました。ドイツ戦犯の逃亡を助けた背景には、第二次世界大戦中にドイツからの多額の金銭的、軍事的支援を受けていた上に、ドイツの科学技術や治安組織のノウハウを獲得したかったから、だとされています。パラグアイの独裁者アルフレド・ストロエスネルも、自身がドイツ系ということもあり、ヨーゼフ・メンゲレやエドゥアルト・ロシュマンなど、第二次世界大戦時のドイツの戦犯容疑者の亡命、潜伏を黙認。その一方で、アメリカやドイツ、日本からの資金融資を受けて、パラグアイ国内の近代化を推し進めていました。そしてルーデル自身も、元ナチスのための支援組織、カメラデンブエルク、を設立しています。カメラデンブエルクには、同志の仕事、または同志の行動という意味があります。このカメラデンブエルクは、かつてのナチスの副総統であったルドルフ、ヘスや、ドイツ海軍総司令官カール、デイニッツなど、ヨーロッパで投獄された戦犯たちを支援。アルゼンチンから食料品や資金援助を行っていました。さらにルーデルたちは、強制収容所で囚人に対して非人道的な人体実験をしていたヨーゼフ・メンゲレがブラジルに逃亡するのを支援。南米で逃亡生活をしていたメンゲレは、西ドイツ政府による身柄引き渡し要求や、イスラエルの諜報機関モサドによる秘密工作にもかかわらず、捕獲を逃れています。そして1979年まで生きたメンゲレは、ブラジルで海水浴中に心臓発作を起こし溺死しています。さらに歴史家のピーター・ハマーシュミットによると、1960年代初頭、ルーデルや元ドイツ親衛隊クラウス・バルビーなどのメンバーは、ラテンアメリカに逃亡した元ドイツ親衛隊の隊員を多数雇用していた、ラ・エストレラ、という会社を設立しています。メンバーの一人、クラウス・バルビーは、リヨンの虐殺者と呼ばれ、フランスのリヨンで、反ドイツのレジスタンスを鎮圧する任務についていました。そのリヨンでバルビーは、多くのレジスタンスやユダヤ人などの拷問、虐殺に関わった責任者とされています。ルーデルとは違い、バルビーはフランス政府によって戦犯として追及されていました。ですがアメリカ軍は、1947年からアメリカ陸軍情報部隊の工作員として利用することを決定。当時のアメリカ軍は、かつてバルビーがドイツの情報部にいた際の、知識と経験から、冷戦下における対ソビエト連邦や、ドイツ共産党員に対する情報網の設置に役立つ人物、と判断していたためでした。その後、フランス政府の引き渡し要求がさらに高まると、アメリカはバルビーを国外に逃すことを計画。そしてバルビーの南米への逃亡を手助けしています。そのバルビーやルーデルたちはこの会社ら、エストレラを通じて、ドイツ親衛隊の将校やドイツ国防軍将校の独自のネットワークを持っていた、オットー・スコルツェニーとも連絡を取り合っていました。オットー・スコルツェニーは第二次大戦中に様々な奇襲、極秘作戦に従事したことから、ヨーロッパで最も危険な男、と呼ばれていました。戦後は2年間捕虜として収容されていましたが、1952年にはドイツ政府から、ナチス主義者ではない、と宣言され、海外旅行が可能になります。その後スコルツェニーはルーデルと同様に南米で活動。
アルゼンチンの大統領フアン・ペロンのコンサルタントとして働いていました。ナチス主義者ではないと宣言されたスコルツェニーですが、元ドイツ親衛隊員による互助組織、オデッサで、国外へ逃亡するドイツの友人を数人支援した、と言われています。このような活動の他に、ルーデルは自身の回想録などの本を書いています。ルーデルはナチス支持者であったこともあり、本を出版することについて西ドイツで議論が続いていました。その一方で、アメリカとソ連の冷戦が激化してくると、ドイツ軍によるソ連との戦いを書いた、スプーカパイロット、という本がアメリカで出版されています。さらにルーデルは、かつては敵同士であったフランスの撃墜王、ピエール・クロステルマンと知り合い、ルーデルの著書、スプーカパイロットのフランス語版の序文を書いてもらっています。クロステルマンはルーデルについて、なんと残念なことか、彼が我が軍でなかったということはぁ、と述べています。戦後知り合った二人は非常に親しい友人同士となり、お互いの家をよく訪れる間柄にまでなっています。こうした関係からクロステルマンは、ルーデルの息子であるクリストフの大夫にもなっています。こんな具合にルーデルは戦後も活動的に動きまくっていたので、アメリカの中央情報局、CIA の監視下にあったとされています。ドイツ軍人や元ナチス関係者への支援の他に、アルゼンチン航空機産業の顧問にも任命されています。できたばかりのアルゼンチン空軍の士官学校では、教官を行っていました。さらに親交のあったアルゼンチンと、パラグアイの大統領の間を取り持ち、両国の経済開発計画にも関与。その他にも実業家、武器販売、コンサルタントとして南米で活動。さらにドイツ系の企業フォッケウルフ、メッサーシュミット、シーメンスなどでロビー活動、アドバイザーも務めていました。さらに、アメリカの航空機メーカーであるフェアチャイルド社も、ルーデルを顧問に迎えていた、と言われています。A-10 サンダーボルト2攻撃機を設計する際、対地攻撃の第一人者であるルーデルの助言を受けたとか。この他にもルーデルは政治的な活動もしています。1953年に西ドイツに戻り、ナチスに影響されたネオナチの、ドイツ帝国党の主要メンバーになりました。そして西ドイツ連邦選挙では、ルーデルがドイツ帝国党の最有力候補でした。ところが結局、ドイツ連邦議会に選出されずに終わっています。一方で1977年には右翼、保守的な政党、ドイツ人民連合の代弁者、スポークスマンになっています。また1976年にはルーデルが原因で、ドイツ国内において政治スキャンダルが発生しています。パラグアイから帰国したルーデルは、ドイツ空軍、第51偵察航空団の慣例行事に招待されます。招待された一方で、ルーデル自身はヒトラーを賛美する言動をしており、ドイツ連邦の国防省は彼を、ドイツの黒歴史、犯罪的なナチスを賛美する、好ましくない人物、とみなしていました。そんなドイツ空軍の行事中にルーデルは、空軍将官のカール・ハインツ、フランケト、ブアルター、クルピンスキーらに辞書のサインをしたり、記念写真を撮ったりしていました。その後、二人の将官は公式の場にもかかわらず、ヒトラー支持者としてのルーデルの経歴を、与党ドイツ社会民主党の重鎮政治家、ヘルベルト、ブエイナーのドイツ共産党員の過去と比較し、正当化。ブエイナーは大戦中にモスクワにおり、NKVD、ソ連の内務人民委員部、の工作に関わったとされています。彼らはそのブエイナーを、過激派、と呼び捨てる一方で、ルーデルは高潔な人物と称え、銀の食器一つ盗んではいない、と述べました。つまり、ルーデル先輩はナチス支持してるけど、ブエイナーも共産党員としていろいろやってたし。まあ問題ないよね。っていうかブエイナーは過激派だけど、ルーデル先輩は高潔だし。という感じですね。結局この発言は、ナチス支持している人を褒めるのはまずいでしょ、と問題になり、空軍将官のフランケとクルピンスキーには、退役が命じられています。一方でこの人事に、首にすることないだろ、と保守系野党が反対。ですが連邦議会における投票では、わずかの差の議決で、退役が承認されています。
ちなみに肝心のルーデルには、特に何のお咎めもなかったようです。このように戦後もいろんな意味で出撃しまくったルーデルは、1982年に脳内出血を起こし、西ドイツの病院で死去。死後も彼の周囲は慌ただしく、葬儀の際に、訓練飛行だ、と主張して西ドイツ空軍の追悼飛行が行われたり、墓地にはネオナチが押しかけ、ナチス敬礼をするなど、騒然となっていました。ご視聴ありがとうございました。動画の他に、リアルチート野郎シリーズ、っていうのも作ってるから、そっちもよろしくだぜ。詳しくは、説明文のリンクをクリックしてくれ。